きなきゃいけない。生きるためにはどうしたらいいんだ。楽しくしなきゃ人生を。楽しくするためにはどうしたらいいんだ。やりたいと思ったことをどんどんやっていかなきゃ。人生は一度きりだ。人生60年と考えてる。あと半分って考えたら自分から動いていかないと死ぬまでにできないなと思って。何言ってんのじゃねえよ。じゃあもう真剣にやってんだよ。自分たちが何より楽しんでさらに人を楽しませるレベルまでいかないといけないですから、やるからには。撮ってなかった楽しむために楽をしないってずっと言ってて、楽してたらやっぱ面白いもんできないじゃないですか。手作業だろお前やっぱ商品なんだ俺って思った時にすごいショックで、何のために仕事してんだろうって。ここまで心が疲れるとは思ってなかったから難しい。これは追いつかないです。人生の経験の方がもっと少なすぎて。金はね絶対無駄にならないと思うんですよ。すごく多くのものを得てると思うので。